ということでございます。ということで本日の食材がこちら。よいしょ。土ほぜりっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、土ほぜりっていうことでね、幻のお魚がまた僕の手に渡ってきました。こちらのお魚の名前が土ほぜりという名前のスズキ目ハタ科のお魚ですね。割と暖かいところで生息しているお魚ですね。でこの魚って海底を掘って住処にして生息してるんですって。土ほぜりっていう名前はなんかそこから来てるのかなと思います。でこの魚すごく珍しいんです。毎日水揚げされるようなお魚ではないです。すごくレア度の高いお魚で、以前ねこちらの動画で一度食べたんですけど、まあうまかったんですよ。本当に感動しちゃって、その年に食べた一番美味しかった魚、土ほぜりって言っちゃったぐらい、そのぐらい美味しかったんですね。なのでまた買いました。今回のがだいたい5キロぐらいのサイズですね。体高もあってすごく美味しそうな個体ですね。そしたら今日はこちらの土ほぜりを使って2品作っていきたいと思います。1品目、土ほぜりのお刺身、これがうまい。で2品目、土ほぜりの塩釜焼き、こちらを作っていきたいなと思います。で塩釜焼きでもね、ちょっと今日は変わった塩釜焼きでいきたいなと思いますんでね、さあやっていきたいと思います。そしたら今日は片身だけ抜いちゃいます。でその抜いた片身でお刺身にします。でもう片身は頭ついたまま塩釜でいきたいと思います。ちょっとねオーブン入るかな、もしかしたら尻尾とか頭取っちゃうかもしれませんけどね、まあそこら辺はね臨機応変にやっていきたいと思います。そしたらまだ内臓と鱗がついてますんで、こちらを取っていきたいと思います。ではまず鱗から。ちょっとね土ほぜりの鱗は細かくて飛びやすいんですよ。なのでシンクでやりますね。なんで僕いつもシンクでやらないかというと、シンクだと映りがちょっと悪いなと思って。でも皆さんもお家でやるときはシンクでやった方がいいと思います。はい、鱗取れました。こんだけ鱗が飛ぶんですよ。で鱗をしっかり流して、そしたらエラと内臓を落としていきます。で土ほぜりはスズキ目のお魚ですので、このエラブタがすごく鋭いんですよ。どんだけ鋭いかというと、これレモンがスパッと切れちゃうぐらい、このぐらい鋭いんですね。どんだけ魚さばくのに慣れててもここ危ないので、スズキ目のお魚さばく場合は軍手することをおすすめします。マジで魚のエラで切ると本当ズキズキするんですよ。気をつけてください。そしたらお腹割っていきますね。さあこれは内臓脂肪がすごいと思いますよ。うわ、カマも分厚いなこれ。よっと。さあどうだ。おお、いい油持ってるね。じゃーん、まるでマダラの白子のような内臓脂肪がたくさん出てきましたね。いい魚ですね。エラも真っ赤で鮮度もいいですね。そしたらエラも外しちゃいましょう。エラの付け根を切って、で硬いな。土ほぜりエラの付け根がものすごく硬い。これは軍手必須ですね。あー硬っ、何これ。はい、エラ取れました。そしたら一度洗いますか。そしたら片身抜いていきます。でお頭付きの魚の料理を盛り付けるときは基本的には左頭といって、左に頭を持っていきます。なのでこっちの頭を向けて右になるようにして、こっち側の身を抜いていきます。そうするとお頭付きの料理でも使いやすいのかなと思います。おー、身が締まっとるな。カッチカチだ、カッチカチ。いいよ、うー、なかなか入ってかんな。そうだ、思い出した、昔もこうだったな。本当にね、粘土切ってるみたいなんですよ。なかなかないんですよ、このぐらい硬い魚って。硬いっていう表現じゃなくて、こう締まりがすごいというか。はい、ここまで来ましたら、あとは腹骨を立つと。パッカッと。はい。こんな感じ。おし、そうしましたら、こっちの釜取っちゃいますか。はい、片身抜き完成ですね。そしたらお刺身をサクッと作っちゃいましょうか。まずは腹骨をすきます。よっと。そしたら血合い骨をカット。そしたら全部皮引いちゃうと全部お刺身用になっちゃいますんで、こんなもん皮引きますか。
よっと。この魚はね、ほんと皮が分厚いんですよね。で、この皮ついたまま湯引きとか炙りにすると、ちょっとね、硬いんですよね。なんでこういう皮が硬いけど、皮に旨味がある魚、イシダイとかもそうですよね。そういう魚はね、鱗取って、こうやって皮と身に分けてから、で、これをボイルして刻んだりして、付け合わせにつけたりした方がいいかなって最近思うようになりました。ちょっとね、硬いんですよね。うん。で、あとのこっち側は、もう切り身にしちゃいましょう。切り身にして、お鍋用ですね。今日の夕ご飯にしましょうかね。本当にね、この土ほぜりは何してもうまいんですよ。もうすぐお鍋の季節になるんでね、冬に残しといてもいいな。よし、じゃあお刺身切っていきましょうか。ちょっと今日はあしらいがないので殺風景になっちゃいます。僕ね、ほじそとか菊とかデンファレとかね、ネットで買ってるんですよね。もう田舎なんでそういう洒落たものが売ってないんで、ネットで買うしかないんですよ。で、今日届く予定だったんですけどね、まだちょっと届いてないんで残念。そういう裏事情があります。で、土ほぜりは絶対ね、薄切りの方がうまいんですよ。あんまり厚く切ると硬いんでね、薄く切ってこんな感じで。どうやって盛り付けような、こういう感じで立てて持ってくか。はい、そしたら皮を湯引き。よし、火が通ったら氷水に落とすと。で、水気を切って、で、水気を取ったら少しだけ冷凍庫で冷やします。そうすることによってゼラチン質が安定してよりプリプリになります。はい、冷やし終わりまして、ほら、プルプルになりましたね。そしたらこれを刻んでいきます。これがね、なかなか刻みにくいんですけどね、こう押し切りですね。ギュッと押して切る感じ。チャクッと。で、ちょこっと添えて、あ、大葉だけあったんで大葉だけせめて敷いておきましょうか。あ、それなりになりましたね。はい、こんな感じ。これで土ほぜりのお刺身の完成。そしたら塩釜を作っていきましょうか。まずは大量のお塩、もうたっぷりですね。がっつり2キロぐらい使います。で、この塩の中に卵白を入れてぐわーっと混ぜると塩釜が完成します。でも今日はちょっと冒頭でも言った通り、変わった塩釜にしようということで、これ炭のパウダーを使っていきたいなと。真っ黒の塩釜で焼いていこうかなと思います。炭火で焼くと何でもうまくなるじゃないですか、炭の香りがついて。いや、塩釜焼きも炭混ぜたら炭の香りとかも移ってうまいんじゃねえのかなと思ってね、ちょっとやってみたいと思います。これはちゃんとね、食用の炭です。よし、そしたら入れます。この純白のお塩の中に、うおー、すげえ。どのぐらい入れていいんだろう。このぐらいでちょっと混ぜてみよう。うわ、一気に黒くなった、すげえ。うわ、いい感じ。そうそうそう、イメージ通りですね。いや、でも、もうちょっと黒くてもいいんじゃないかな。もうちょっと入れちゃおう。よし、こんなもん。うわ、入れれば入れるだけ黒くなるわ。まあ、当たり前のことを言いました、今。うわー、いいね。もうちょっと入れちゃおう。うわー、いいわー。一見これあれですね。もう全然塩には見えないですね。砂鉄みたい。で、ここに卵白を入れていきます。まあ、このぐらいの量なんで、とりあえず3つぐらい入れますか。あんまり入れすぎてもシャバシャバになってしまいますんでね。1個、2個、3個。ちょっと少ないですね。もう2個ぐらい入れましょうか。あ、いい感じ。もう固まってきましたね。そう、こうやってクリーム状になってくるんですよね。
空気を混ぜ合わす感じですね。よし、いいでしょう。そしたらクッキングシートを敷いて、ほんでここに土ほぜりを乗せていくんですけど、まあ、どう考えても乗らないですね。やはり乗らないのでちょっとカットします。本当は丸ごとでいきたかったんですけどね。じゃあ頭を落として、ほんで真っ二つにしますか。はい、こんな感じ。そしたらここにこの炭入りの塩釜をパチャンと、まずは下に引いていきます。よし、こんな感じに引けましたら、そしたら庭にあるものを取りに行きましょう。じゃん、こちらですね、バナナの葉っぱ。この新しいとこ使いますか。ドワーフバナナの葉っぱです。はい、そしたら軽く洗ったバナナの葉っぱをカットしていきます。で、バナナの葉っぱは真ん中に筋が1本入ってますんで、これを取っちゃう。で、筋を取ってしまえば、あとは簡単にこうやって裂けますんでね。バナナの葉っぱを敷いていきます。で、バナナの葉っぱを敷く理由は、このバナナの葉っぱの香りをつけるっていう目的じゃなくて、塩が入りすぎないようにするためですね。適度に塩が入るように。昆布とかでもいいんですけど、今日はせっかくね、こんな美味しいお魚なんで、あまり他の旨味で邪魔したくないんですよね。なので、バナナの葉っぱで塩を避けていきます。多いんじゃないですか？ちょうど南の方で取れるお魚なんで、バナナの葉っぱってなんか合うじゃないですか。そしたらバナナの葉っぱの上に塩をさらに乗せていくと。はい、こんな感じですね。一見これだけ見るとなんだこれってなりますよね。料理じゃないみたいですけど、この中には美味しい美味しいお魚が入っております。そしたらこちらをオーブンで焼いていきたいと思います。さて、そしたらオーブンに入れて、温度は200度でいきましょうか。200度で、時間はとりあえず30分ぐらいで様子見ますか。いってらっしゃい。さあ、なんだかんだ200度で45分ぐらい焼きました。ちょっと30分じゃ足りんかなと思ってね。さあ、開けていきましょう。うおー、すげえ。巨大なクッキーみたいになってますね。めちゃくちゃいい匂いも漂っております。よし、そしたらこれで土ほぜりの塩釜焼きの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よーし、じゃあ食べていこう。こちらがお刺身、そしてこちらが塩釜焼きですね。いや、黒くしたらね、焼き加減が分からなくてちょっと困りましたね。まあ、でもね、絶対中まで火は入ってると思うんですよ。もうカチカチなんで。じゃあ割っていきましょう。いきますよ。硬い。ほい、お、割れてきましたね。すげえ、もう今の段階だと食べ物とは思えないな。うわ、ちちちち、すごい熱をこもってる。熱気がすごいな。うわ、めっちゃうまそう。え、すげえうまそうだよ。とろっとろ、ほら、うーわ、この皮のプルプル感わかりますかね。超うまそう。よし、では食べてみましょうか。このプルプル、ここら辺の一番美味しそうなところいきますか。うーわー、ジューシーだな。お、しっかり中まで火が入ってる。ではいただきます。うーわー、なんこれ、うーんま。ちょっとごめん、
ちょっともう一回ですか。インパクトすごいな。ちょっと炭の塩もこうつけてね。これ食用の炭なんで食べられますんでね。いただきます。うまっ。味はね、タイに近いんですけど、マダイよりもっと複雑な旨味がありますね。やっぱ土ホセリうまいな。ほんでこの塩釜焼きっていう調理法が最高すぎる。蒸しと焼きの中間なんですよね。こう何とも言えない焼き加減になるんですよ。プルプルトロトロというかね、ほぼ魚だけの水分で蒸し上げてるんで、すっげーうまいんですよ。どう伝えればいいかなこれ。うまっ。これ嫌いな人おらんと思うわ。お次、ホゼリのお刺身いきましょうか。こいつもまたうまいんだよな。2枚一気にいっちゃいましょうか。いただきます。あの見た目からは想像できないぐらいお上品なお味なんですよね。口に入れた瞬間のインパクトは薄いんですけど、後から旨味が追い上げてくる、そんな白身ですね。はい、ということで今日はこちらの土ホゼリの塩釜焼きとお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。ここは銀色でしょう。がっつりアルコールを入れていく。朝7時ですよ今。最高ですね。いただきます。ホゼリさん、また見かけたら絶対買おう。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はめちゃくちゃ珍しいお魚、土ホゼリという名前のお魚をさばいて、真っ黒な塩釜焼きとお刺身作ってみましたけども、ホゼリさんはやっぱ裏切らないですね。でまた今日の土ホゼリ本当クオリティ良かったですね。まあ、でも前回さばいたやつの方が脂はありましたね。今日のももちろんあったんですけど、あの個体はまあ 70% ってところですね。本当にヤバい土ホゼリはもうパンパンですから、すごいんですよ。またそういう土ホゼリがあったら買いたいなと思います。もう完全僕の自己満ですけどね。やっぱり好きな魚はね、たくさん動画にしちゃいますね。好きなことで生きてます。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。